妙高山は北朝鮮中部にある山並みの総称で平安北道の香山郡、平安南道の根岩郡、自公道の木川市の交わる一帯に広がっている。面積は375平方キロメートル、周囲の延長は128キロメートルほど、最高峰のビル法は海抜1909メートル。妙高山は北朝鮮でも有数の観光地で登山客や、 団体観光客らが多くあるハイキング道を歩いて、山並みや、峡谷や、森林の美しさを楽しんでいる。また海外からの品格の定番の観光地になっている。妙高山の観光地区は、上限道、一万幕道、ビルボンの3つの地区に分かれている。妙高山という名は、山勢の絶えなる様と、山の一帯に漂う松や柏の木の香りから来ている。 古来より名山として、名が高く、統一白木時代の記録では、大白山や北学とも呼ばれた。朝鮮仏教の名山でもあり、高麗時代以来の多くの仏教寺院や史跡が残っている。朝鮮王朝実力を収める四考の一つが置かれた時期もある。また、朝鮮神話では、明高山は、断屯の祖先で、天庭館員の諸子、勘武氏が甘くなった。 大白山のこととされている。白木末期の儒学者、最知縁は、ダン君を記念して、妙高山の岸壁に、天府行と呼ばれる経典を刻んだとされる。普賢寺、1042年に建立された八角十三層石塔と妙高山の山並上限道は、妙高山の中でも中心となる観光地である。登山道は、 全長5 5トルと3つの観光区の中でも一番短くよく整備されており、ハイキングをする団体客の多くがこの地区を選んでいる。この地域は峡谷になって降り滝なども多く、周囲には松や柏の香りが強く漂っている。観光客は上限門から峡谷に入り、金剛の滝、大下の滝、龍園の滝、引虎台などの継承地のほか、 11世紀に建てられた仏教寺院である普賢寺や上玄庵などの古い史跡を見ることができる。普賢寺は八万大蔵教が収められている重要な寺院で朝鮮戦争で破壊されたが、その後徐々に復元が進んでいる。万馬駆動の峡谷は、コウロミネの下に広がる山並みが形成しており、大小の滝や淵や祈岩が連なっている。除極幕府、武量幕府、銀糸幕府、 有線幕府、非線幕府、旧宗幕府などが代表的な滝で、その他には万爆台、非線台、ダンク訓ン台などの大きな岩、八つの淵が連なる鉢、丹などが主な名称である。妙高山の手法であるビル法は、海抜1,909メートルの峻険な山で、風景が美しいだけではなく動植物の種類も多く、生態学的にも貴重な場所である。また、登山以外には、 古籍探訪も可能である。農院案、混合案、花蔵案、八角十三層石塔四角九層石塔普賢寺石碑などが代表的な史跡である。病校側から約1 5トルほどの場所に朝鮮建築を模した巨大建築である国際新前展覧館が建っている。この建物では、近日生及び近小日に対して、 世界各国の人々から贈られた品物が展示されている。2009年、国際連合教育科学文化機関は、病高山を生物圏保護区に指定した。ダンクン神話のゆかりの地であるという文化的重要性。険しい岩山の中に残された30種類の植物の固有種、16種類の植物及び12種類の動物の絶滅危惧種の存在などが特筆されている。 三国維持よりハット http ドータースブロックスニータイムズ .com 2009霊語26ウンネームズマイナス -22 ニューバイオスフィアリザーブス HP ザニューヨークタイムズありがとうございます